就活生、ケイちゃんと学ぶ、日経新聞。岸田文雄首相は現在、極貧待遇で、米国を訪れており、10日にはワシントンで、ジョー・バイデン大統領と会談を行う。この会談は、両首脳が、それぞれ国内で低支持率に悩み、再選を目指す選挙を控えている中で行われる。岸田首相とバイデン大統領は、個人的な関係をもとに、内政の問題を乗り越える外交の場としている。バイデン大統領は、上院議員時代に、アムトラックを頻繁に利用し、家族との時間を大切にしていた。岸田首相も、議員生活で、広島と東京を往復し、家族を広島に残す選択をしていた。これらの共通点から、岸田首相は、バイデン大統領に親近感を持つ。両首脳は経済政策においても共通点があり、会談では脱炭素をめぐる対話の開始を確認する予定だ。バイデン大統領は岸田首相を極貧待遇で招待し、ウクライナ支援や防衛費増額で首相を高く評価している。しかし両国の外交政策はトランプ前大統領が再選された場合には大きな変化が予想される。首相は米国内での関係構築を進め、バイデン大統領との絆を深める姿勢を強調している。今回の訪米は両首脳の政治的な計算が絡み合う重要な外交の機会となっている。昨年6月、神戸市西区の草むらで同区に住む穂坂修ちゃん、当時6歳の遺体がスーツケースに入れられて発見された。この事件について神戸地検は9日、殺人容疑で逮捕された母親の崎容疑者35歳、叔父の大地容疑者32歳を含む同居家族4人に対し、傷害致死と死体遺棄の罪で起訴した。捜査関係者によると、修ちゃんは4人から暴行を受け、昨年6月19日に外傷性ショックで亡くなった。この4人は逮捕後約8ヶ月間鑑定留置され、地検は鑑定結果を踏まえ、彼らが刑事責任能力を有すると判断。しかし殺意の立証が困難であることから、傷害致死罪の適用となった。起訴された他の2人は、叔母の浅見容疑者31歳と朝香容疑者31歳。起訴状によると、この4人は昨年6月19日に自宅で修ちゃんをうつ伏せにし、背中を鉄パイプで複数回殴打したり踏みつけたりするなどの暴行を加えて死亡させた。その後、彼の遺体をスーツケースに入れて草むらに遺棄したとされる。この悲惨な事件は家族内の暴力の末に起きたもので、修ちゃんの死に至る経緯と家族4人の行動が法的な裁きを受けることとなった。ドジャースの大谷翔平がツインズ戦に2番指名打者として出場し、シーズン3号ソロホームランを放った。これにより松井秀喜が持つメジャーの日本人選手最多本塁打記録175本にあと1本と迫っている。大谷選手はこの試合で5打数3安打1打点を記録し、シーズン初の1試合3安打を達成。さらにメジャーで初となる5試合連続複数安打も記録した。その結果チームは4対2で勝利を収めた。大谷選手はメジャー通算174号ホームランを含む今シーズン初の1試合3安打を全て長打で飾り、特別な数字への期待を高めている。彼は絶好調でメジャートップとなる2塁打7本を記録し、打席に余裕を持って入れることができている。特に7日のカブス戦では雨での中断中にクリケットのバットを使用するなど、創意工夫を凝らしたトレーニングで成果を上げている。昨シーズン日本人初の本塁打王に輝いた大谷選手は、松井秀喜選手が積み上げた175本塁打の記録更新を意識しており、その歴史的瞬間は近いと見られている。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録待ってます。今日も元気にいってらっしゃい。